はい、こんにちは、ジャンです。ということでね、ガンホコラボの進化情報と能力調整がね、いろいろいっぱい出てるんで、私がね、いいところだけ取って見ていこうと思います。まずは、ウィザードね、新キャラです。変身キャラで、22ターン変身で、指が12秒固定のキャラですね。最初からスキブは2個持ってます。で、変身すると、はい、受信3つに列のキャラですね。で、3ターンで自分のダメージ上限が40億で、6解除して光と闇を水に変化する、まあ、大量生成系のキャラですね。で、12秒固定で、全パラが4倍。6消し1個につき3倍、2コンボ加3固定値ダメージ。ちょっとサボみたいな感じですね。のキャラになってます。で、武器は、列4つにドロキョウ4つ。で、13ターンで打てる6解除、水回復陣と2ターン変身と持ってます。これも結構使えそうですね。って感じのキャラですね。続いてマリウスです。マリウスは、こいつはね、小学生スキブと L 字と毒持ってて、で、4色4つ持ってますとガダブレ持ってます。で、3ターンで消せない回復するキャラですね。で、指と自己インハンスもしますよみたいな感じ。で、おまけで落ち込んだしついてますって感じですね。で、ソウルリアリティ26以下の場合、全パラが 4.5 倍。4色以上同時攻撃で7倍の3コンボ加算ですね。で、続いてこちら。はい。こっちは、5色強化が1、2、3、4、5個あります。4色強化が5個。で、5ターンで打てる HP が1になって、1ターンの間、回復が激減。2ターンの間、ダブル吸収となってますね。ドロップ5個消し1個につき2倍の1コンボ加算。4色同時攻撃で 70% 軽減の攻撃力が5倍ですね。5個消しで4色攻撃だからちょっとしんどいかもしれないなって感じしますね。ちょっとルフィよりは劣るかなという感じのリーダースキル。まあ、変身キャラじゃないからね。って感じ。で、続いては、武器ですね。武器は悪魔タイプ追加に無効貫通に50倍以下ね、チーム HP と。いっぱい持ってるね。で、3ターンで打てて落ち込んだし、指と自分の攻撃力が2倍。消せない回復か。なるほどね。続いて。で、攻撃タイプ追加ね、チーム HP とチーム回復。あ、二つずつね。あ、この武器はいいね。で、ダブル吸収か。あ、いいね、これ。まあ。回復力減少されるのはちょっと気になるけど、まあ、でも、1ターン、HP1 になって5ターンでダブル吸収打てて、こんだけステータスもらえたら結構強いと思いますね。これは取っときたいね。って感じです。続いては、サルニエンス。はい。これは、スキブ2で3か。で、25ターン変身と。で、指が15秒固定か。十字？十字キャラか。はい。十字なんだ。リーダーが十字なんだ。まあ、リーダースキル十字だったら、ま、見なくていいや。で、4ターンスキルで、1ターンの間、自分の上限が60億。で、全パラが、あ、全、で、ロック解除して、火、闇、回復に変化。これ、割と強いな。あ、で、十字か。ルフィのサブに詰めたら強いかと思ったけど、覚醒も十字なんだったら、ちょい微妙いな。はい。さあ、続いては、あ、こいつね。デフォルメ強の方は、あの、十字か。で、全員が2倍の、1ターン遅延となってます。はい。さあ、続いて、いいとこ取りだからね、さらっといきます。次です。はい。さあ、こいつですね。スキブにドロキョウ、回復ドロキョウが4つに、キドロキョウが2つに、ウェハスか。あ、キーキーでウェハス。で、小学生にウェハス持ってるのね。あ、じゃあ、ウェハスのキーキーか。あー、なるほどね。貴族生とリーダーの攻撃力が2倍。で、指と回復が2倍か。で、6個以上つなげて消すと激減22倍。3項目加算。HP が3倍。リズレットみたいな感じで使おうかなみたいな感じか、リーダー的には。でも、ただ、生成とかがないのね。で、続いて、こちら。はい、これもウィハス持ってますね。十字ウィハスとかもできますと。で、スキブで回復エルも持ってますね。で、3ターンで打てる、3ターンの間、木と回復を、の目覚め。で、木と回復を強化。あー、生成しないのか。で、木か回復を5個消し1個につき、武力が3倍、1コンボか3、全パラが 3.7 倍。あ、また5個消しか。ルフィでよくねってなっちゃうけど、どうなん？はい。ルフィでよくない？次です。はい。さあ、デフォルメですね。デフォルメは、スキブと4色と暗闇持ってますね。で、指が3秒で4色強化と、L、回復エル持ってます。7ターン系ダメージ軽減と全ドロップ強化で、あ、76？ あ、76か。76で指3秒持ってるのはすごいいいかもしれん。で、しかも軽減ループか。あ、素で軽減ループ持ってんだ。あ、これ強いね。これ76枠で相当強いんじゃない？これ、自分でだって、あれなんでしょう、軽減ループして、しかもドロキョウも持ってて、76だからこいつリレチェンで使えるしな、指も伸びるのもいいし、うわー、これいいね。しかもスキブが、こっち超覚醒でもスキブあるから、スキブ7か。あー、これは強いですね。これ欲しい。続いては、シドリ。シドリは、スキブ、十字無効貫通と、あ、また十字キャラ？また十字キャラだ。一ターンの、6ターンで打てる、一ターンの間 50%HP 回復と、ダメージ無効貫通。HP 満タン時、スキルターンが2ターンになる。え？これ2ターンのスキルなの？あ、違う、スキル効果か。スキル効果が2ターンなのか。あ、びっくりした。で、8コンボ以上で 70% 軽減の回復4倍の闇の十字消し、違う、5、ここ十字消し1個につき4倍、1個もかさ、まあ、十字リーダーはな、結局使うからな。はい。よし。で、こっちは、ドロ強が4個4個。で、十字2つと、あ、無効貫通って感じか。で、盤面に三角レッチの雲が発生して、ロック解除して、回復以外から水と闇を3個生成が2ターンで打てますと。
で、回復2コンボ以上でダメージ半減の浮力が10倍、3コンボ加算で、回復タイプの全パラが2倍となってます。なるほどね。さあ、続いて、あ、武器、あ、デフォルメ。デフォルメは3色とチーム回復3つ。一旦の間、左端が操作負荷になる。え、操作負荷生成だ。初めてだね。消せないバインド覚醒魔効果回復5ターン。5ターンか。そんなに短くもないな。操作負荷にするくせに。76で、紙テープと回復タイプの HP が 3.8 倍、3色以上同時攻撃で16倍か。あ、でも、76で、ね、消せないバインド覚醒魔効果回復するの強いな。しかもこれ帯も上書きできるって考えたら、強いかもね。あー、いいやん。はい。続いて、パールバティ。なんか、大人になったパールバティは、3色が、1、2、3、4つ。5ターンで消せない覚醒魔効果回復と、1ターンの間落ち込んだ人、操作時間が 1.5 倍。3色以上同時攻撃で 65% 軽減、3コンボ加算。強化ドロップを含めて5個下属性の効力が22倍。うわー、キャロット系だ。キャロット系リーダースキルはなー、使いづらいんだよな、今のところ。で、泥鏡が2個2個1個で、指が2つ。消せない場合、覚醒無効回復。場合ならあった。消せない覚醒無効回復を全回復。で、一旦の間落ち込んだしで、操作時間が 1.5 倍が5ターンか。なるほどね。普通やな。別に使えはなそうなスキル。はい、よし。マモン。マモンは、バインドスキブ L 字で、スキブが4、封印指2つに、毒とお邪魔と追い打ち、3ターンチェーンと全ドロップ強化してロック。あ、ロックスキル。12ターン重いね。火水の同時攻撃でダメージ半減、攻力が20倍、攻撃タイプの HP が 1.7 倍、操作時間が2秒延長と、あ、ハズレのリーダーか。で、バインドとチーム HP2 つに追い打ち持ってます。で、3ターンチェーンとロックが12ターン。あー、なるほどね。続いて、アキリウスとかも外れ枠だね、多分ね。ドロキョウスキブ十字ですね。十字が3つ。3ターンで打てる6回以上火を水、光に変化。火光を強化。で、5個消し。火の光の5個消し1個につき3倍。流行ってんのこの指定色5個消し。ルフィでいいやんってなるやん。はい。続いて、武器はマシンタイプ、回復タイプに光の列2つ。で、3ターンで打てるって感じのやつね。はいはいはい。さあ、続いて、ほのかダークカラーは、スキブ、無効貫通 7C か。10C、7C、3色、3色とかにできると。5ターンの間、5コンボ加算の消せない回復で全ドロップを強化。なるほどね。で、3色以上同時攻撃でダメージ半減の効力が12倍。4コンボ加算の回復タイプの全パラが 1.8 倍と。はいはいはい。で、続いてはこちら。マシンタイプ追加、違う、回復タイプ追加に指が3秒に泥強と、一ターンの間5コンボ加算、消せない回復と全ドロップを強化がありますと。続いて、レオブルームフィールドです。スキブ3色5色強化。で、5色5色に十字とガドブレ持ってます。6ターンの間3コンボ加算が6ターンで打てるの。じゃあ、上手3コンボ加算か。で、リーダースキルでも2コンボ加算持ってるの。え、4色以上同時攻撃で 70% 軽減、攻力が24倍、固定1ダメージ、闇の5個消し1個につき2コンボ加算。あ、面白いね。闇の5個消しは消さなくてもいいけど、消すと2コンボ加算しますよって感じか。あ、これ結構面白いリーダーでいいリーダーかもしれんね。はい。で、こっち。バランスタイプ追加に、指が2秒に十字。あ、で、スキルは同じと。いいやん、面白いやん。って感じですね。で、続いて、能力調整されたやつをね、軽く見ていきます。この辺のね、マスターリングとかは正直私的に、パッとしなかったんで、飛ばしていきますね。この辺は、まあ、ちょ、自分で各自気になったら見ておいてください。そんなに大した、これもリーダースキル変わってるだけだから、そんなに大した感じじゃないかなと思います。あ、ちなみにこれね、タムラボロの武器は指が2秒になりましたね。で、封印持ってます。まあ、使ったことほぼないけど、まあ、ちょっと指は嬉しいかな。指は正義だからって感じがしますね。あ、さっきのレオプルームフィールドね、とかもいますと、いい感じですね。まあ、この辺ちょっとパーッと飛ばしますね。まあ、リーダースキル変わってるよとか。あ、クロリもね、リーダースキル変わったんだね。で、覚醒も、スキブが1個増えたんかなって感じですけど、まあ、そんなに見る価値はないかなと思います。オラージュはタイプ追加されたりとか、いろいろ変わってるけども、そもそもオラージュそんなに強くなかったから、まあ、見ません。はい。よし、ってことで、シュッシュとも飛ばしていただいて、さあ、この花咲くやも飛ばしますね。まあ、なんかちょっといろいろ強化入ってるみたいですけど、まあ、はい、って感じです。はい。さあ、で、飛ばしてですね。あ、ゼータも昔強かったけどね。飛ばしまーす。はい。さあ。あー、これだけちょっと見とく。この武器なんだけどね、武器が暗闇3つだったのが、暗闇完全体制になってます。で、回復キラー持ってますねって感じですね。あと、ステも上がってますね、ちょっと。ちょっとだけ、あ、こういう、攻力がちょっと上がったみたいですね。水につけなきゃ関係ないけどね。って感じ。暗闇完全体制はちょっと見る価値ありかな。って感じですね。あ、ゼータ、もうこれまた変わってますけど、4ターンのスキルになって、4ターンのスキルになって6回以上水回復闇を6ずつ生成だから割りかし強いかもね。とは思います。はい。
ループとかも強いかな。はい。さあさあさあ。で、あ、武器ね。武器も一応見とく、これ。たこ焼き二つ。水と闇のたこ焼きに、紙キラ持ってて、チーム HP 二つ持ってます。もうね、たこ焼き二つ見ると、やっぱランダム気にしちゃうよね。水闇のたこ焼き持ってるやつってなんかいるかな？ちょっと誰か知ってたらコメント欄書いておいてください。こういう水闇はなんかもういる気がするけどね。はい。さあ、続いてはドランデラフ。あ、これダンジョンキャラだね。ダンジョンキャラは、スキルターンが20ターンになりましたと。ってことは武器も変わったんかな？武器も、あ、25から20ターンになって、で、スキブついたんや。あ、いいね。それはいい強化やな。まあ、これダンジョンキャラです。はい。さあ、で、この辺なんかね、ダンジョンキャラが強化されてますね。まあ、この辺ちょっと私はいいかな。はい。よし、まあ、使うかもしれないけど、まあ、ダンジョンキャラで取っときましょうね。はい、ダンジョンキャラだよね、これ。ダンジョンキャラだからは取りましょう。まあ、持ってると思います、多分。はい。で、式神を、こっから見ていきましょう。式神が強くなってるよね。まあ、こっちじゃなくて、あ、ベレルの武器ある。ベレルの武器、バインドにスキブつきました。これ強いね。50% 以上、バインド、お邪魔3つにスキブです。で、6ターンで2ターンの間、属性吸収に、防御力0。HP 全部回復で、6解除して、光を闇に変化です。はい。で、式神、ダークカラー。これね、強くなったよな。まあ、ステータスが高かっただけなんだけど。ステータス高くなっただけなんだけど、まあ、こっちじゃない今。これもともと強いからいいんだけど、これの、武器がね、いいよ、これ。これ。はい。よし。キラつきました。たこ焼き 50% 以下に、神キラーに、回復キラーつきました。このキラーはでかいよ。極連もっと楽になったと思います、多分。この回復キラーがね。はい。で、HP とね、ステータスもちょっと上がってますね。ほんのちょっとだけど。で、スキルは変わりなしという感じです。はい。まあいいですね。続いて、キサラギナイトですね。まあこの辺もね、あ、でも、これね、地味にこれ強いよね。リーダーで使ってたんだけど、まあリーダー、この、火力が上がったんだと思うんだけど、火力が12倍から20倍になったんだけど、もともとスキルで、リーダースキルは使わない方な、こっちだったね。ドロップ上昇率の方で使ってたから、あんま関係ないけど、まあ一応強化入りましたよって感じです。はい。さ。で、まあ武器がスキブ枝豆。で、なんか何増えたのこれ。あ、封印がつきましたって感じか。なるほどね。はい、って感じですね。で、パーッと見ていって、まあこの辺もね、暖房武器ですよ、みたいな。で、泥鏡つきましたよ、みたいな。まあ、泥鏡別にいらんよね。暖房武器だっただけで嬉しいだけって感じ。で、次、トリスタンあたりが出てくるんじゃないかな、確か。はい。パーッと見て、あ、まあ、ベルダンディはまあ弱くはないけどね。まあ、今使うかって言われたら使わないかなって感じ。はい。あ、ミナーバもね、一応強化入ったで。はい。ミナーバ、これ3ターンの、あれね、回復と攻撃力エンハンスね。まあ、変わってないけどスキル。まあ、これは普通にね、取っといてくださいね。まだ持ってない人は、ぜひ取っといてください。はい、って感じです。あ、で、一応リーダースキル強くなったから、リーダーチェンされても強くなったかなっていう感じはある。さ。武器とか使ったことないから見ないですよ。はい。さ、続いて。あれ次トリスタンじゃないんルドラのカード。あ、ルドラ結構使ってるよな、地味にな。十字チーム HP 指2つです。はい。さ、次、あー、ベリアル出てきた。そう、ベリアル強化入ったよ。トリスタンどこ行ったやろな。はい。さ、で、泥鏡が圧縮されましたね。バインド、スキブ、毒、指、無効貫通、回復泥鏡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 6個ですね。で、闇、火、同時攻撃で半減の、攻力が24倍、回復3倍。火、闇、5個以上投げて消すと 60% 経験2個も勝つんですね。リザテンされても強くなったし、なんといってもね、泥鏡増えたの、回復泥鏡増えたのがめちゃくちゃ嬉しいって感じですね。また疲れるかもね、最近ね、つい共同と昨日ね、ベレル最近使われてないねって言ってたんだけど、また疲れるかもね。ただ最近の環境だとね、こういうやつよりも火力出るやつ入れたいみたいなところはある。さ、あ、で、こっちも変わりましたね。はい。これは、何かあったんだ？あ、チーム HP、ん？あ、10C 増えましたね。はい。バインド10C、スキブ、あ、バインドスキブ、指、お邪魔。10C、50% か 50% かチーム HP2 つですね。この火力アップは嬉しいね。超覚醒も 10C 持ってるから、10C、50% か 50% かで火力出るようになりました。で、相変わらずのね、1ターンで撃てる 50% 以下で、1ターンの間操作時間が1秒短縮、6解除して、回復以外から闇3個生成ですね。これ強いよね、やっぱ。リーダースキルが HP4 倍、50% 以下で12倍、闇の6個以上繋げて消すと2倍の2コンボ加算ですね。あー、リーダースキルも強くなったんだね。これでリアシェンされてもいいよ、みたいな。イナハドラがまた強くなりましたね。はい。さあ続いて、ベリアルのカードですね。まあ、さっきも出てきてたけど、雲、追い打ち、で、神キラーに、回復努力をつきましたよって感じですね。まあ、回復努力1個ついただけだけど、これ回復努力をついてることによってマイナスドロップは降ってこなくなるからね。これはいいですね。さ、続いて。ルベール。ルベールとかは、まあ、飛ばしていい？あ、でも5コンボ加算になってるわ、これ。8ターンで打てる5コンボ加算にダメージ撃持ってますね。いいやん、これ。ちょっと強いね。使うかもしれないねって感じで。8ターンだからね。もしかしたら周回で使うかな、みたいな感じかな。これだって1列1個、縦に1個と5コンボ加算で6コンボ生成してるからね。結構ありかもしれんね。さあ続いては、ルベール記憶進化は4ターンでスキルになって、味方のスキルターンが1ターン減少、1ターンの間自分と非属性の攻撃力が4倍。基本的に味方のターン減少したら使わないよな。はい。さあ続いて、
続いては、バルナ。バルナとかはちょっと飛ばすで、2ターンのスキルだけど、まあ、先生ないし。はい。さあ、チーム回復4つ持ちだ。はい、よし。ウェイにチーム回復4つ持ちで、ロック解除して、1ターンの間、指と水と光特性の火力が 1.5 倍ですね。あ、チーム回復4つ持ちで、これは強いんじゃない？ウェイも持ってるし。いや、初めての4つ持ちでしょ？これはありでしょう。さあ、続いて、ウシャス。ウシャス。ウシャス。ウサシュこれ、ウシャス。自動回復4つ持ちに、暗闇にチーム HP2 つか。で、一旦の間、チーム内の自動回復の数に応じて、火力が上昇。回復ドロップの、を光ドロップに変化。回復消すんだ。まあ、自動回復あるからいっか、みたいなことかな。さ、トリスタンはね、トリスタンが見たいのに、ない。はい。お邪魔、暗闇、毒、スキブ。あ、スキブついたんだね。最近でもこのさ、耐性とスキブって流行らんよな。で、ダメージも交換2と6解除して、火、水、お邪魔に変化と。続いて、パラディンだ。パラディンは、まあ、一応見とくパラディン使えるしな。ただ、ステータスが上がって、リーダースキル変わっただけだから、まあ、見なくていいか。はい。まあ、スキルはもともと強かったからね。はい。よし。武器は？クルセイダーの武器は、ステータスが上がりましたね。HP と火力が上がりました。で、まあ、でも、もともと強いからね、スキブチーム HP2 つに、軽減ループです。持ってない人は持っときましょう。確定で買えますね。ゴーストリングも、これね、スキブ、あ、覚醒増えてるやん。10C が、10C4 個持ちになったの？ついに。あら。スキブスキブ、封印、指、樹脂3つにたこ焼き で、リーダースキルは変わらず3ターンで打てる、自己中エンハンスと、6回以上闇参考生成で、で、小学生にも樹脂あるから、樹脂がついに4個持ちになりましたね。樹脂、樹脂、樹脂、無効化、樹脂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 にできますと。で、闇の火力が22倍。闇の2コンボ以上で、ダメージが 70% 軽減の3コンボ加算ですね。いいやん、ゴーストリング。武器は、50% 以上にスキブがつきました。って感じですね。まあ、これはね、結局50倍か2つ持ちなんて全然使わんからね。別にあんまりって感じしますけどね。はい。で、クリエイターですよ。クリエイターも強くなったよね、これね。まあ、全部強くなったから一応見ようか。まあ、確定変わってないけどね。まあ、ステータス上がって、3ターンで打てる1ターンの間ダメージも交換2で、自分のダメージ上限が30億になる。で、6解除して火回復を3個ずつ生成ですね。で、火属性の HP が 2.6 倍。で、火の2コンボ以上で3コンボ加算と、火回復の同時攻撃で軽減の火力が22倍です。これは強いですね。さあ、続いて、ウェイだ。あ、武器ですね。武器、これ一応見とく。スキブに、ドロキャ2つに、指に、チーム回復2つ持ってます。で、18ターンで打てる3ターン変装ですね。まあ、これね、スキブ、指、3ターン変装結構私は使ってましたけど、まあ、あんまり使うことはないかなって感じの武器ですね。まあ、ただたまに使うかな、みたいな。チーム回復ついたのはいいこと。続いて、あ、アリスだ。アリスさ、これさ、結構使うかなと思ったら結局使ってないよな。最近水場が流行ってないからね。まあ、全体的に結構入ってるけど、まあ、使ってないんで見ません。はい。よし。こっちね、こっち。こっちがね、使えるかなと思ったら結局使ってないよね。7C、10C の無効貫通回復 L にチーム回復3つで、4ターンで打てる消せない覚醒無効7ターン回復の2ターンの間、回復力が 1.5 倍のダメージ軽減ですね。これ前回登場時から結構強くて、注目してたんだけど、結局一度も使ってないレベルで使ってないね。やっぱ水場が今ちょっと下振れてるからね。はい。どうしてもね、使う機会がないですねって感じですね。ドットの方もよく入りました、みたいな感じです。はい。よし、続いて。来た、トリスタン。やっと来たわ。まあ、トリスタンちょっとこの進化前とか飛ばすで。はい。よし。強いかもしんないけど。まあ、トリスタン一応こっちだけ見とく。7C いっぱい持ってるやつ。これが5ターンのスキルで、無効貫通打てますよ。で、サブを2倍にしますよってことで、まあ、ダンスベーダー持ってない人は使うかもね、みたいな感じのキャラね。で、こっちを。はい。バインド指、上発に、スキブ2個持ちよう。え、スキブ6なんのお前。ついにスキブ6になるやん。で、あ、でも、そっか、上発つけれないのか。上発つけれないからスキブ6のキャラになってもな、みたいなとこあるな。で、スキブが4で、封印指2つに、上発に、枝豆に、キラ2つ持ってますと。で、4ターンで打てる1ターンの間、光消せなくなって、回復力が 1.5 倍で、1ターンの間、闇属性の火力が2倍、覚醒無効回復と。で、ステータスが3900でちょっと上がってますよ。で、闇属性の HP と火力が 3.8 倍、指が5秒延長で、闇のを6個以上つなげて消すと7倍にコンボ加算ですね。リレチェンされても強くなりましたという感じですね。はい。いいや。普通にいいや。ただ、あんまり使わんかもね。あんま変わってないね。はい。さ、ただ勝つとかは、飛ばします。はい。あ、終わりました。ってことでね、以上です。もし参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。